皆さんどうも、市川です。まずはね、このメーカーがいっぱい置いてあるところ、ここを整備しました。はい、この木のタイルみたいなのを敷きまして、木とかがね生えないようにしました。うん、まあ、これでね、あの邪魔な草とか木とかが生えないんで、まあ綺麗な状態を保てると、うん、まあ、ようやくね整ってきたという感じですかね。でこのメーカーもまあ綺麗に並べて、まあ、木材がここで並んで、まあインゴットメーカーがここにあるという感じですね。まあ、ザクッとね、綺麗に並べて、まあ、ついに、なんだろう。整備してきたという感じですね。こんな感じですね。はい。で、農業の方も、これね、大規模農業になって、なんだこれ、スプリンクラーも、つけました。はい。で、このトマトをね、もう、持てるだけの資金で、買いまして、これ、植えてます。うん。で、資金もね、これ2万2000円ありますからね。2万2000ゴールドあるという感じですね。でこちらも、あの、木のタイル敷きました。うん。これで、まあ、洞窟までは一直線で行けるという感じにしております。で、この動物がね、箱舟小屋も、黒い牛と、なんか、ウサギがいたんで、まあ、これね、まあ、ウサギもしっかり手名付けております。まあ、ペコちゃんですね。うん。まあ、羊は前からいたかな。羊いたけど、ヤギも、います。はい。廃止ですね。はい。という感じですね。で、あとなんですけど、ここの湖の池抜いたんですけど、バグかなんかわかんないんだけど、水が溜まって、溜まったやつ抜けないんですよね、これ。一回抜いたんですよ。汚い水溜まってて、この、給水器を設置しまして、で、炭を入れるんですよ。炭を入れると、まあ、動いてくれるということで、まあ、動かして、水抜けたら、そこに宝箱ありました。はい。宝箱あったんですが、動画用にね、撮っとこうと思って、放置して、そのまま進めてたら、気づいたら、水が溜まってきて、こんな状況になりましたね。はい。で、かつ、この水が救えないんですね。うん。なんか、どんだけ調べても、なんか、いまいち出てこなくて。うん、ちょっとあの宝箱に何があったのかは、未だにわからないです。はい。ここの水抜いて何が出てくるか、ちょっとわかる方いたらね、教えていただきたいですね。もうなんか抜けないんで、これ。はい。で、あとなんですけど、この新しくできたジュエリーメーカー、これがようやくできました。はい。これは洞窟潜っていて、採掘をね、ある程度したところでゲットすることができました。うん。これは、原石あったと思うんですけど、この原石を、まあ、宝石の形にしてくれるという感じですね。レッドベリル原石を、まあ、作ると、このレッドベリルになるという感じですね。これ、売ると、やっぱ高いです。うん、結構高い。売ってみると、こんな感じですね。1つ500なんで、一気に1000です。2つあって。うん、こんな感じですね。で、これトマト収穫したんで、巨大トマト出ました。はい。まあ、51個収穫して、なんか、でかいトマトあったんで、これ3つ取れましたね。なんで、このジュエリーメーカーによってようやく、まあ、原石が、まあ、宝石になっていると。ただこれね、すごい時間がかかって、なんか20時間ぐらいかかるんですよ、1つに。なんで、まあ、あと1つか2つ追加してもいいんですけど、あ、これですね。この、ケープバールかな、多分。違うな。まあ、なんか宝石みたいな、原石がいるんで、ちょっともったいないので、まあ、1個にしてますね。うん。はい、皆さん、ここなんですけど、ついにね、これ材料集まったんで、しっかり工事やっていこうかなと思います。はい。さあ、何が待ち構えているか、行きましょう。おっと、なんかある。あ、馬小屋かな、これ。壊れた馬小屋だ。あ、でも木材、しなやかな木材がないですね。あ、この木かな。ちょっと切ってみましょうか。行ってみましょう。ちなみに、斧も銀にしました。はい。これ銀にしたことによって、おっと、これが、あ、しなやかな原木出ましたね。かなり範囲広くなりました。あーと、湖やりますね。おー、でかめちゃでかい上に、なんだこれ。サイロだ。え、サイロって何やるんだ。え、なんか池もある。あ、でも向こうは、あ、行けないのか。ここが行き止まりかな。え?さらにある。しなやかな木材。え?めちゃめちゃ簡単じゃない?めちゃめちゃ、あ、なんかブルーの花が。マジックブルー。え、しなやかな原木だけで足りるってめちゃめちゃ簡単じゃない?
洞窟に行けるようになるのかな、これ。多分。向こうになんか、岩の左にある、ちっちゃい岩みたいなやつなんだろう。気になるけど。さあ、ちょっと散策していきましょうか。え、なんかいない？え？ん？アルパカ。アルパカおる、アルパカ。見にくいけど。アルパカいますね。まあ、なんかロード画面でたまに写真が出るんですけど、そこにね、アルパカがいたんで、まあ、いるのかなと思ってたんですけど、これは？壊れた、O8 の、立派な木材。しっかりした。あー、この辺は全然ダメだな。足りないね。馬もいるね。まあ、馬小屋がちょっとまだか。なるほど。まあ、奥は分かったから右側進んでいきましょうか。ここもちょっと気になってたけど、水耕プラント？オリハルコインゴット。あー、なんか全然足りないけど、まあでもこっから広がっていくって感じですかね。さらに。うん、花もあるね。ゴールデンレインローズマリーか。オッケーオッケーオッケー。ちょっとじゃあ開拓していって、とりあえず原木は取れるんで、まあ、原木は取っときましょうか、これね。サクッと。このようにして。あ、でもだいぶこれパワーいるな。だいぶこれ体力使いますね。ニワトリいる。ウコッケーだ。ウコッケーって何？聞いたことあるけど。はい、行きましょう。はい、レックスで。レックスにしましょう。はい、今日はね、キノコ祭りということで、ちょっとこちらに参加していきたいと思います。説明聞きましょうか。街中に散らばったキノコを集めましょう。おー、これは自主的にやる感じですね。なんか前回のエッグフェスティバルはね、なんか全然勝手に終わるイベントだったんですが、まあ、これはしっかりとね、自分でやれるという感じですね。ちょっとやっていきましょうか。初めてのキノコ集め、行きましょう。あ、な、めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてるけど、このでかいやつ拾えばいいのかな？ライバルがいるね。OK。5ポイント。で、3ポイント。これは1ポイントかな？そうですね。まあ、なんでこのレアっぽいやつを取っていけばいいと。そういう感じかな？時間は1分か。OKOKOK。どうしようかな。一応1位なのかな？あ、あったあった。この辺あるね。ゴールデンキノコが。この辺取っていきましょうか。ある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 。こういうゴールデン5ポイントだから、1ポイント無視でいいですね。1ポイント無視でいきましょう。はい。あ、20個までしか獲得できないのかな、これ。はい。まあ、とりあえず1位と。え、5000ゴールド。え、誰？右側の人誰？あ、なんかトロフィーもらえてる。お、トロフィーだ。柵に置くことができるだって。やったー。やった、トロフィーもらった。あ、3000で売れる。普通に売れるんかい。皆さん、では来ました。行きましょうか。ついに。ちなみにこれはどう？これ。あー、めちゃ硬えわ。クソ硬えわ、これ。これ何？収穫する？あ、ホウキタケ、そういうのあるんだ。初めて知った。おー、じゃあ行きましょう。鉱山あります。持ってきたんで。あ、落とし穴がある、今度は。あ、でも一気に下に行けるっていうのはあるけど、体力が恐れ削れるんだ。怖いな。今回、トマト持ってきました。これトマトね。あー、これしっかりと落とし穴あるね。危ないな。え？何これ？え？も、え？何この、モグラみたいなやつ。え、硬えんだけど。は？硬いんだが。ちょっと潰すか。え、クソ硬。クソ硬いんだが。このモグラみたいなやつ。倒した。あー、しょぼいね、結構。これ何得られるんだろう。壊してみよっか、一回。あー、でもこの硬さだとトマト132個持ってきたけどきついな。金鉱山ゲットしていくようやく来ましたね、金鉱山が。金来ました。
まあこれハンマーを金にレベルアップして改めて来た方がいいかもしれないですね。あ、湖もある。一応釣りしてみましょうか。あ、ガザミだ。まあ大したものは釣れないな。あ、ここにもあるね。もう一回釣りましょうか。うわ、なしかもなんか、でかくない？え？超でかくない？来た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 。来たけど釣れるかこれ。うわ、釣れなそう。釣れなさそう。やめて。おー、ギリギリ。よっしゃ。あー、光るわか。3匹いるよね。うわ、来た。ルビー、ルビー、ルビー。ルビー来た。ルビー来たー。しかし、硬いな。やっぱりこの銀のハンマーではちょっと厳しいですかね。この先。さあ、ルビー原石手に入れて。うー、落ちた。落とした。ええー、めちゃめちゃ減るじゃん。マジかよ。マジかよ。まあでもとりあえず、うん。収穫したものはあるから、まあまあまあって感じか。マジか。やられましたね。まあ、というわけで、まあ多分銀ではきついと思うんで、まあハンマーを、まあ金にして、次回リベンジしていきたいと思います。はい。皆さん、お疲れ様でした。高評価とチャンネル登録、お願いします。バイバイ。